チャールズ・ルーカスは、イングランドのチェリスト、指揮者、作曲家、出版社。1808年、ソールズベリーに生まれた。彼の最初の音楽教育は、ソールズベリー大聖堂の聖歌隊として受けたものだった。その後、ロンドンに新たに設立された、王立音楽アカデミーに入学し、名高いチェリストのロバート・リンドレーの訓導を受けた。1830年に、アデレード比の作曲家。 チェリストに選任され、また、ウィンザー城内セントジョージチャペルのオルガニストとなった。1832年には、王立音楽アカデミー還元楽団の指揮者に任せられ、1859年からは、チプリアーニ・ポッターを引き継いで、アカデミーの学長に就任した。同年から1866年まで王立音楽アカデミーの学長を務め、彼の後任は、 ロイヤルフィルハーモニック協会で近しい関係にあったウィリアム・スタンデール・ベネットとなった。また彼は死であるリンドレーの後を継いでロイヤル・オペラ・ハウスの第一チェリストを務めている。ウィンザー城内エリザベス女王の主要な居住地一つに隣接する協会ガーター勲章の叙勲式典が行われる場所。ありがとうございます。